はい、4箱目ですね、リカさんからご注文いただいて、ワンケースのパーソナルブレイク1日 1PB、 これが4日目です。はい、4日目にしてもう結構いいですね。まだ3箱ですよ、これ4箱目ですから。いや面白いねこれね、プロップ狙いいいんじゃないねえ。いやこれプロップのシリアル打ったら少ないでしょう。各十何種類あって、ケースで3か4あ4ぐらい出たとしても250ケースで1000枚、それが十何種類ですから、1つ50から100の間だよね、あっても。そう考えるとやばいね。ハリーポッターとかもね、結構プロップねありましたけどね、最後あそこの会社が解体する前にね、期限切れのレデとかね交換してくれたんですよね、セールスの方がね、あの日本の印刷会社の方が、数名で渡米して版権取って、まあ版権取ったのはね確認してから行ったんでしょうけど、アートボックスさんもね、いやいい会社でしたね、はい、レデンプション切れてても対応してくれましたからね。はい、じゃあ行きます。4日目ね、レギュラーカードは寄付でよいしょ、サインですね。お、ナンバー5、これお、いいんじゃないの。おお、ナンバー5、エイドリアン・ギャラガー、エイダン・ギャラガーさんか、はい、ナンバー5って入れてますね。はい、いや、いいね、いいじゃないですか、おめでとうございます、おめでとうございます。誰だったっけこの間なんかねあ、サイン2枚パターン、あ、おっちゃんね、はい、マレーさんね、はい、よいしょ、 FF のシドですね、よいしょ、ディエゴがナンバー2ちゃうかな、2と6が、あ、ディエゴとベンがね鬼門です、ナンバー2、あ、ディエゴか、いいんだ、お、バーニャさん、サイン2とプラスチックのインサートですね、はい、ナンバー5、こちらも多分店長初めて見ました、はい、お茶いいですねはい、いいっすね、なんかでかい、よいしょ、はい、ありがとうございました。